皆さんこんにちは。定刻となりましたので、京都大学総合博物館公開講座最終回となりますが、本日、司会を務めさせていただきます基礎物理学研究所助教授村瀬と申します。よろしくお願いします。本日は当研究所、久保所長の、ご講演なんですが、簡単にプロフィールを紹介させていただきます。ペンネームは太一郎という名前ということで、お生まれは京都市南区、京都の中心街の方からはよく、京都でないと言われながら育ったというふうに伺ってますが、学部は京都大学理学研究科、理学部物理教室を、ご卒業されまして、マックス・プランク物理学宇宙物理学研究所に留学されました。その後1978年に京都大学理学部助手、それから助教授、教授を歴任されまして、3年半ほど前に当研究所の所長として迎えられました。で、専門は素粒子論、ゲージ理論、超重力理論、弦の理論、大統一理論などが研究の専門です。で、趣味というのは、疲れを癒すためにしばしばご家族で、温泉に行かれるというふうに伺っています。で、ご当人は、所長業が大変忙しくて、何とかしたい、研究に戻りたいというふうに、おっしゃってるんですが、所員としては続投を望んでるという、そういう、しがいがらみの中で今おられます。で、1980年に、お隣の数理解析研究所の、小島泉先生と共同受賞としてで、西名記念賞を受賞されています。非可感ゲージ場の、共変的量子化の理論ということで、自然界のすべての基本的な力はヤン・ミルズ場あるいは非可感ゲージ場でと呼ばれる場によって媒介されており、久保先生と小島先生は従来経路積分法でしか扱えなかった非可感ゲージ場の理論に対して初めてローレンツ変共変な、円在子型の、円在子形式の量子論を展開。で、この仕事は、状態ベクトルの概念が初めて扱えるというなど、ゲージ理論の基礎を与えるものであるということで、私も読んでてさっぱりわからないんですが、これから1時間半ご講演伺いながら分かっていくんじゃないかと思います。それでは久保所長よろしくお願いします。今予想外の話が出てきたので、その名前、ちょっと名前についてこれがペンネームで太一郎なんですけど、本名はこの太一なんですね。太一ですね。で、この太一という名前は僕が生まれた時に僕のおじさんが姓名判断に凝ってまして、彼がつけたんです。で、その人はこれは非常にいい名前で、出世するだろうというつけてくれたんですが、僕が大学に入った時にですね、そのおじさんが何の記憶をしたのか知らないけども、僕の家族全員の名前をもう一遍全部見直してですね、で、家族の全員の名前が変わったんですけど、僕の名前もですね、これもいいんだけど、自分がつけたからですが、これもいいんだけど、こっちの方がですね、こっちにした方がもっと出世すると言ったんで、それで一番最初の論文を書くときにですね、こっちの名前を使ったんですね。そうすると論文っていうのは一旦公表しますと、もう変えられませんから、それ以降ずっとこっちの名前を使ってます。ですから僕の論文とか教科書なんか書いたことありますが、それみんなこっちの名前でやっています。それでだけど、今先ほど紹介ありましたように、現在所長業に専念しておりますので、もっぱら名前は本名の方で、このペンネームの方は研究者としての名前だということになっております。今日はこの題名で、話をしたいと思います。それでですね、この最初の公開講座の案内の文章にこういうふうに書きました。で、これを紹介したいんですが、35年に湯川秀樹が、もうこれまで佐藤文隆先生の2回の講演、
ありましたように、中間子論を1935年に発表しますけども、それによってまあ素粒子論という学問、新しい分野がですね、できたわけですね。でそれが40年後だから1975年あたりですが、70年代の真ん中あたりに標準理論というものが、まあ、素粒子論で成立しまして、それでそこにもう最終的なところを書いてますが、これ最終的な解決を見たとしますと、まあ、素粒子論って終わったと思われますが、思われがちですが、ちょっとここに注意したいのは、このここに相にあのクォーテーションマークがついてます。これから今日話をしますように、この頃素粒子と思われていたものは今や素粒子ではなくてですね、もっと下の階層があるということで、この頃素粒子と思われていたものに対する、力学の問題としてはですね、やはり1970年代の真ん中辺あたりに非常にきれいな解決を見たと思います。でその見事な解決にはですね、坂田学派の複合模型というのと、それから友永慎一郎先生の、量子電気力学に対して、展開された繰り込み理論ですね、それが本質的な役割を果たしていると。でそこら辺のことを今日、示したいんですが、で最後の文章はこの絶望的とも思えた困難な問題がたった40年で解決されたことは驚きであると。で絶望的ともという、言い方をしましたけども、本当にその僕は1971年に大学院に入ったんですけども、その頃でもですね、雰囲気、学会の雰囲気というのは本当にこんな難しい問題いつ解けるんだろうという、そういう感じが71年でさえしていましたね。だからそれがその急遽70年代の中頃にですね、これでいけるということが一挙に分かるわけですが、それは本当に驚きです。しかもその回答は予想以上に非常にきれいな回答で、そこら辺のことを、その内容についてですね、今日はぜひ、雰囲気だけでも分かっていただきたいということで、この講義の後半はですね、割とちょっと式を使いたいんですけども、そこを使わないと、そこの見事な解決の香りがですね、わからないので、そこをちょっと使わせてください。でですから、この文章の内容が分かれば今日の僕の講義は成功なんですが、まず、まあもう一遍佐藤文隆先生が何遍もおっしゃったこの湯川秀樹の年報を見ますと、1926年に理学部に入学していると。でその26年というのは、この右側に書いてますように、世界的にはですね、25年にハイゼンベルグ、それから26年にシュレーディンガーがですね、量子力学という、これまでの古典、ニュートン以来の古典力学とは全く違う革命的な理論が、この25年、26年あたりで作られたと。でこの量子力学が本当に完成するのは27年あたりのディラックとか、そこら辺の人たちの企業が加わって初めてですが、まあ、ここら辺で完成するわけですね。それがちょうどこの、友永湯川の大学入学の時に当たってるわけですね。でその頃、まあ、本当に大学には一切そういう新しい量子力学を分かっている先生は誰もいなくって、彼らは自分で勉強したと、まあ、そういう事情がありますが、もうそこら辺は、佐藤先生がおっしゃったので、あまり詳しく言わなくてもいいんですが、まあ、32年に湯川澄さんと、結婚して小川秀樹さんが湯川秀樹さんになったと。それで、その32年というのはまたすごい年で、これも、佐藤先生の話にもありましたように、この原子核だとか原子の世界でですね、大発見が行われた年で、一番大事なのは中性子の発見ですが、これまた後で、言いますが、中性子の発見、あるいは重水素というのは中性子と陽子が1個ずつからなっている束縛状態ですけど、重水素が発見されたと。それから陽電子というのは電子というものに対して、それの反粒子が存在するという、この陽電子というのは反粒子の最初の発見例ですね、まあ、そういう発見が相次いだと。でその発見にこうして、特に中性子の発見にこうして、ハイゼンベルクはですね、この発見からすぐにですね、原子核の、構造に対する理論を展開します。でこれがこの湯川さんの研究にとって本質的な、仕事になりますが、まあ、これ以降ですね、だから湯川さんは原子核の構造、特に原子核の中に、またこれも後で言いますので、まあいいか。それで、どこら辺にしましょうね。
でこのこれから34年、2年後ぐらいにフェルミがですね、ベータ崩壊、これもまた言いますけども弱い相互作用の理論を発表します。でこれも非常に湯川さんに影響を与えまして、でそれを受けて、35年にですね湯川さんのそのノーベル賞論文である中間子論が発表されると。でこれからあとなんか37年になんか宇宙船の中にミュウリウスが発見されたとか、47年に、この彼の予言したパイ中間子、これがあれですね、湯川さんの予言した粒子ですが、それが発見されてその2年後にノーベル賞をもらったと、まあ、そういう流れですが、またこれ、それぞれもうちょっと物理的な物理の学問的な観点からもう一遍言いますが、これが先ほど言いましたように25年26年、彼らの大学入学あたりでは、に起こって世界で起こっていたことは、量子力学というそのミクロ世界の力学として全く新しいものが、確立したそういう時期であると。でこの量子力学というのは一言で言いますと、言葉で言いますとですね、量子力学って非常に難しいんですけど、その世の中のあらゆる基本的な物質、まあ、粒子ですね、 その存在は、粒子であると同時に波だという非常に難しい、物理をやってる人でもですね本当のところそこら辺になるとわからない部分があるんですが、僕もわからないので量子力学の講義だけはやりたくないと思ってるんですけど、言葉で言いますとですね、量子力学というのは結局全ての存在はですね波として伝播する、だからこう伝わっていくときには波として伝播する、だけど減少するときにはですね粒子として出てくると、そう言いますかね。例えばですねスリット、有名なスリットの実験がありますね、ダブルスリットですね、この壁っていうかまあ、ボール紙かな何でもいいんですが、この、細いスリットを2つ平行に開けておきます。でその後ろから電子線でもいいし、あるいは光でもどっちでもいいんですが、まあ、当てますよね。そうするとそのスリットの向こう側にスクリーンを置いてきますとですね、干渉島が見えるわけですね。でそれは波として干渉しているという説明を受けますけども、その光なり電子線をですねどん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 弱くします。そうするとですねどん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 弱くしますと、本当にその後ろのスクリーンに出るときにですね一粒一粒が光って見えるわけですね。でだから光って見えるときには一粒一点なんです。決してその一点で一つの粒子で波になってるわけじゃないんですね。で出るときにスクリーンの上に姿を現すときは必ず粒なんです、一点なんです。だけどその粒子をいっぱいぶつけますと、その一点一点の集積度がですね濃いところと薄いところが出てる。でそれが全体として縞模様になっているということです。でこれは何を意味しているかと言いますと、なんかこうその粒子なり、この光なり電子なりっていうのはこう伝わっていくときにはこう波として伝わっていって、でだけどもスクリーンの上に実際に減少するときには必ず粒として出てくるんですね。決して波みたいにベターと広がったものがあるわけじゃなくて、出てくるときには常に粒子なんです。だから例えばこうスクリーンに観光板を置いておきますよね。そうすると銀粒子がパッと析出するんですが、それは1点なんですね、一個一個については。だけどそれ全体的に統計的にこのアンサンブルというか集合ですね、その粒子を集合としてその実験を積み重ねますと縞模様になっているわけですね。だからこう言葉で言うとこういうことなんですね、波として伝播して粒子として減少する、それが量子力学。それでだからこう小さいところにいるとですね観測しませんとなんか波として存在しているわけですね。そうするとその例えばここに原子核があってその電子がその周りを回っているとしますと、それ波として存在してますから、ちょうどそのこの波長のですね波長の整数倍の軌道しか安定じゃないわけですね。でちょっとこの軌道を縮めたりしますと波長のなんか半端な倍数になりますと、なんかこう前の波と次の波がこう打ち消し合って安定に存在しえない。だから安定に存在する軌道というのは波長の整数倍の長さを持った軌道だけなんですね。でそれがその原子の構造がですねそういう安定軌道というのはその離散的に存在していると、そういうことを説明するわけですが、まあ、そういうのはこのシュレディンガーの波動力学で出るわけですが、まあ、そんなもんだと。だから新しい力学、量子力学というのはそんなもんだということ。でその、まあ、そういうものを彼らは勉強しまして、まあ、本質的に追いつくわけですが、
1929年にあの彼ら大学を卒業して、それで無給の副修として大学におらせてもらうわけですね。あの給料もらってません、無給です。で2人とも無給で玉城教授の研究室にいるわけですが、その間にも研究を続けるわけですね。それでやがてこの1932年大発見の、さっきの言いましたように大発見の年を迎えるわけです。でもう一遍言いますと、チャドウィックという人が中性子という、この中性子というのは陽子とほとんど同じ重さなんですけども、あの電気的には中性であると、そういう粒子を発見するわけです。あの発見の歴史で言いますと、その陽子とかあの電子とか電気を持っているやつはですね、写真看板をあの観光したり、あの切り箱の中であのこう筆跡が見えたりですね、電荷を持っている粒子は非常に発見しやすいんですね。ところが中性の粒子というのはそういう反応を起こしてくれないので、非常にそもそも見にくいんですね。だからこの発見もかなり遅れたわけですが、それでですね、これであの陽子とほとんど同じなんだけども、あの電荷だけ持ってないという中性子が発見されるや否や、このハイゼンベルグがですね、これ若いですね、あの原子核の構造論というのを展開するわけですね。これもすぐさま32年に始めますね、この人は。でシリーズの論文、1、2、3、4まであるんですね。それが立て続けに出ます。それから先ほど言いましたように、世の中で、あの粒子があれば必ず反粒子があるんですけども、その初めての例として電子の反粒子である陽電子が発見されたと。でこれはあのちょっと言いますと、これから言いますけど、あの場の理論っていうのは、まあ、あのユカーとかあのフェルミが使い出して、あの全て素粒子の世界を記述する一番基本的な言葉として場の理論っていうのが出るんですけども、特に相対論的な場の理論ですね、相対論的というのは、あのアインシュタインの特殊相対性理論に合致するような、あの場の理論ではですね、必ずその粒子が存在すると必ず反粒子が存在するということが言えます。ですから世の中、我々この世界というのは粒子からなっているわけですね、あらゆるものは。だけど世の中には必ず反粒子が存在するので、どっか宇宙の彼方には反粒子だけからなる世界があるかもしれないとかですね、まあ、いろんなことを言われてますが、それの反粒子の一番最初の例ですが、でそれはあのこのディラックがですね、自分のあの場の理論である電子の場の理論ですね、それで、やってみたらそれに出てきて、でそれを予言したということで、これは理論の、大きな成果ですが、それでちょっとあの頭に置いておいてほしいことをこの図で言いますと、大きさの程度ですね、これあの原子核の周りに電子がこう回っているという図ですが、だからこの電子が広がっているこの大きさが、あの大体我々が原子だとか分子だとか言ってる、それの大きさです。この全体の電子の広がっている範囲が、でこの大きさが大体何歩かというと、10のマイナス10乗メートル、あるいは10のマイナス8乗センチメートルですね、すなわち1センチの10の8乗分の1ですから、1億分の1ですね。だから1センチの幅を取りますと、その中にあのこの原子を並べますと、あの1億個ぐらい並ぶわけですね。でだからその1センチ立方を考えますと、縦にも1センチ、横にも1センチ、縦横奥行きかな、とにかく全部1センチしますと、そこにこういう原子をあの電子にあの詰め込んだとしますよね。そうすると一辺あたり1億個、1億個で、こっちも1億個、こっちも1億個ですから、1億の3乗で10の8乗、10の8乗、10の8乗ですから10の24乗ですか。だからあの1センチ角だと、1センチの角砂糖あたりにですね、あのこう原子を詰めたとすると、まあ、自分の24乗個ぐらい、1億かける1億かける1億個ぐらい入るわけですね。でその自分の24乗個というのは大体あのアボガドロ数というやつですけども、まあ、それぐらいの、だから原子の大きさというのはそんなもんだと、この電子の広がりです。あのちょっと覚えておいてください。でさらにこれから話をしますのは、この原子核みたいな、さらに小さいやつですが、この原子の中でですね、原子核ってどれぐらいの大きさかと言いますと、この原子の大きさのさらに10万分の1ですね、この原子核というのは。で10万分の1と言いますのは、ちょっとあの言葉で言うと10万分の1かという、まあ、そんな感じがしますけど、もうちょっとあの、ちょっとこう比例して、あのちょっとあの大きさを大きくしてみると、いかにこの原子全体の大きさに対してこの原子核が小さいかということは実感できます。
で例えばこの原子核の方を、1センチの、あのボールにしたとします。そうするとそれの10万倍ですね、この原子の方は原子核の大きさの10万倍の大きさを持っているわけですが、だから原子核がもし1センチだとしますと、その10万倍を取ってみますと、何もでしょうか、10万センチ、10万センチというのは何倍、10万センチというのは、なんか頭が働かなくて、10万センチ、10万センチというのは、1万が100の2乗ですよね。そうすると1000メートル、そうです、1000メートルというのは1キロメートルですね。ですから何言ってるかと言いますと、この原子核を1センチだと思いますと、その10万倍の向こう遥か彼方を電子が回ってるわけですね。だから1センチの原子核の大きさだとしますと、1キロ先に電子が回ってるということです。それぐらいの大きさの感じですね。だからそういう、だからこの原子というのはもうスカスカなんですね。ここ何もないわけです。こう1センチの原子核の周りを1キロ彼方を電子がぐるぐる回ってるわけですから、もうほとんど何にもないわけですね。全くの真空です。まあそういう構造だということを、こういう構造だということを、誰が発見したかというと、あのラザフォードですね。ラザフォードは原子になんかアルファ粒子というのをぶつけてですね、あのやってみたらほとんどもうスカスカなんですが、時々ものすごい角度で散乱されると。でそれはそのこういう中心にですね、ものすごいあの小さい領域にパックされたあのプラスの電気があるということを発見したわけですね。それで、まあ、それはそういう原子核です。でこの大きさはですから、10のマイナス8乗センチメートルのさらに10万分の1ですから、10のマイナス10乗メートルの、1万分の1ですから10のマイナス15乗メートル。違うな、もうちょっと大きいですね。10のマイナス14乗ですね。14乗メートル。で問題はですね、あのまあ、こういう構造だということを、まあ、始めるわけですね。あ、ごめんなさい、この構成要素というのを忘れてますが、この原子核の構成要素は、陽子だからプラスの電気を持っている陽子と、だからほとんどそれと同じ質量のだけど中性な中性子とですね、その2種類から、成り立っているという構造論を展開するわけですね。ところがその時に途端に問題になるのは、そんなに狭い領域にですね、そんな狭い領域に、どうしてこういう中性子と陽子がですね、ものすごい硬い、狭い領域に閉じ込められているのかと、ということが問題になったわけですね。つまりそれは、陽子と中性子、あるいは中性子と中性子、あるいは陽子と陽子でいいんですが、その間を、に働いている強い引力ですね、それは何が与えているのかということですね。でそれを核力と言いますけども、その核力の起源は何かというのが問題になったわけです。特に陽子と陽子なんていうのはこれプラスとプラスの電気ですから、あの電気力では本当に反発しているわけですね。でその反発力に打ち勝って、なおかつこんな狭い領域にガッと閉じ込めているわけですから、ものすごい強い力です。でその起源が問題になったわけですね。でその問題について考え、湯川さんが考え出すわけですが、考え始めるんですが、でその頃にですね、フェルミという人がこの強い力じゃなくてもう一つあの弱い力というのもあるんです。で弱い力の典型例はですね、これです。先ほど言いました N と書いたのはニュートロン中性子のことですね。中性子はですね、この陽子、プロトン陽子とほとんど同じ質量を持っているんですが、ちょっとだけこのニュートロンの方が中性子の方が重たいんですね。でこの自然界にこの中性子を置いておきますと、この陽子と、電子とそれからそのニュートリノの反粒子というやつに実は勝手に置いておきますと勝手に崩壊します。でこの寿命は確か2分かなんかでしたね。割と長い寿命なんですが、あの8分かな、なんか値が忘れてますね。こういう崩壊を引き起こす力を弱い力、あるいは弱い相互作用と言いますが、これがなぜかということが、まあ、問題だったわけですね。だからあの世の中の相互作用として、先ほどの核力の強い力とそれからこういう崩壊を引き起こす弱い力、それぞれ全くこれまで その電気的な力とは全く違う力で、それの起源が問題だったんですね。でフェルミはですね、あのこの崩壊をベータ崩壊というんですが、この中性子が陽子と電子と反ニュートリノに行くというこの崩壊を引き起こす、力に対する理論をこの人が作るわけです。でそれは一言で言いますと、こういう図で表されるような相互作用が
世の中にあるんだといったことなんですけども、この中性子がですね、これこのプロセスを図にしただけですね。これからこういうタイプの図をファインマングラフと言います。でこのファインマングラフで、見てもらうときはですね、時間的に見るときは下から、時間は下から上に進んでいると思ってください。だからこうニュートロンがこう、中性子がこう来てですね、である点で陽子と電子と反ニュートリノに分かれたという、こういう相互作用が世の中にはあるんだと。なんかこれだとこの相互作用を説明したことになってない、言い換えただけじゃないかと思われるかもしれませんが、これのすごいところはですね、この理論のすごいところはこういう相互作用を場の理論で書いたんです。でこのニュートロンの場とプロトンの場とそれから電子の場と反ニュートリノの場ですね、それを、それの4乗、4乗というかこの場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 って4つの掛け算としてのこういう相互作用があると言ったわけですね。でそうしますとこれだけだとそれはもう単に場の理論を使って言い換えただけのような気がしますけども、場の理論というのは言いますと、その先ほど言いましたように反粒子がありますとですね、必ず粒子があるということは場の理論を使おうと言えるんですが、それはどういうことかと言いますと、この図で言いますとですね、この線をですね時間的にひっくり返してもいいんですね。だからこういう相互作用がありますと、必ずこの例えばこの反ニュートリノをペタッとこっちへひっくり返したこっちですね、こういう図もあるんです。でこれは何を表しているかというと、ニュートリノと中性子が来てですね、ここでぶつかって散乱して、陽子と電子に行くと、こういう相互作用もこれと全く同等に存在します。場の理論で書きますと、ですから単にこれ場の理論を使うということは単にこのプロセスを説明するだけじゃなくて、それ以外のいろんなプロセスが起こる。だからこれいいよ、これをまた逆にペタッとひっくり返してやれば、これは電子が出ていくんじゃなくて、こっちへこれをこっちへひっくり返しますと、陽電子が入ってきてニュートリノが入ってきて中性子が来てプロトンになるという、そういうプロセスですが、そういうプロセスもあるということが予言できるわけですね。だからやはりそれは理論なんですね。でそういうこと、そういう理論を作りました。でこれはどういう意味で重要かと言いますと、今言いましたように単にこれをバノ理論の言葉で言ったというだけじゃなくて、その頃はですね、バノ理論というのは電子と光に対するいわゆる量子電気力学ですね、それに対してしか使われていなかったんですね。それに対してこのフェルミの理論は、だいたいこういう素粒子に対してバノ理論というのは一般的に使えるんだということを初めて示した例として非常に重要です。それでこれにも、だから先ほど言いましたように湯川さんはものすごい、衝撃を受けるわけですが、これ、後のために言っておきますと、こういう4点 4つの粒子が関与した相互作用ですね、これを4対フェルミ相互作用と言います。でそれに対して、これ34年ですけども、35年にですね、これ論文の発表された時間年号で言ってます。これ、佐藤さんの話にもありましたように、この論文自身は34年の11月に書かれていますね。発表されたのは35年ですが、湯川さんがですね、最初の論文を発表するわけですが、これがその英語の論文を書く前の学会で発表するときの、論文の下書きですが、でこれを結局英語に11月にして、発表するわけですね。でこのタイトルが、その佐藤さんも言ってましたように On the interaction of elementary particles、 だから素粒子ですね、素粒子の相互作用についてという、だから単に核力だけの説明を意図したわけじゃなくて、全て素粒子に関する全ての相互作用ですね、ものすごくこう、大きな名前、大きなタイトルの論文です。でここでちょっと見えますかね、ここに、M イコール2×10^2エレクトロンマスと書いてますね。だからこの湯川さんの考えている粒子の質量は、エレクトロンマス、電子のマス質量の 2×10^2 だから200倍ですね。200倍、電子の質量の200倍の質量を持った粒子があるということをこうこれで書いてるわけですが、それをちょっと説明したいんですが、湯川さんのですね、相互作用というのは先ほどの4対フェルミ相互作用と違って、湯川さんの提唱した相互作用は
こういう 3体の相互作用です。3体というか3粒子が関与する。でニュートロンが、中性子が入ってきてプロトンが出ていくと。あ、すいません、英語と日本語を混ぜてます。ニュートロン、プロトンというのは中性子、陽子ですね。ちょっとどちらでも同じように理解してください。中性子が入ってきて陽子が出ていく。でそこでその時に、パイという粒子をですね、パイという粒子を放出すると。でこういう三体相互作用ですね。特にちょっと統計というあまりややこしいことを言いたくないんですが、フェルミ統計に従う粒子が2つで、これでこちらの粒子は湯川さんの予言した中間子なんですが、これは坊主統計に従う。もう一回思い出してきます。これも佐藤さんが言いましたけど、そのフェルミ統計というのは1つの状態には1個しか入れない粒子のことをフェルミ統計の粒子だと。でそういう粒子をフェルミ粒子、フェルミオンと言いますね。それからボーズ統計に従う粒子というのは一つの状態にいくらでも入れる。で光なんかもボーズ粒子ですね。でなんか我々がこういう椅子だとか机だとか何でもいいですが、こう個体で物らしい感じを抱いているのはフェルミ統計の粒子なんですね。フェルミ統計なので同じ状態に入らないので、こうなんかパックするとこう広がってしまうというか、ある場所を占めてしまうわけですが、で場所を占めてしまうと、その同じ場所には同じフェルミ粒子だから、同じ場所には他の粒子は折れないので、まあなんかそれ自身の広がりを持ってるわけですね。で一方ボーズ粒子というのは同じ状態にいくらでも入れるので、なんかこうスカスカというか、まあそんな感じですね。まあいいや。それでこれがあればこれとこれはある意味ではあれですね、これもマノリオンで違うな、これも先ほど言ったひっくり返しとは違うんですけども、なんか複素協約かなんかでですね、なんかこれがあると必ずこれもあるということが言えるんですけども、まあ、とにかくこういう三体の相互作用ですね、これを湯川相互作用と言います。で彼が提唱したのは結局これ でこの粒子が彼の新しい予言した粒子ですね。それ でこの粒子はですね、バノ理論ではですね、粒子というのとそれからバーというのは全く同じものなんですね。でバーがありますと、そのバーを量子化しますと、なんか粒子が出てくるわけです。粒子とバーというのは同じものだと。もうちょっとアナロジーじゃなくて別の例で言いますと、光っていうのは我々電磁場として非常によく知ってますよね。例えば電荷を置きますとその周りに電場ができます。あるいは磁石を置きますとその周りに磁場ができますよね。でそういう場、電場とか磁場っていうのはバーです。だけどその場を量子化しますと、何か粒子が出てくるんですが、その粒子が光子、フォトンっていうやつですね。でまあ、フォトンは確かに観光するわけですね。さっきも言いましたように、フィルムなんかの上にフォトンがポンと1個当たりますと1点だけ黒くなるわけですね。だから光も確かに粒子なわけですね。で光は坊主場です。でそれに、まあ、ほとんどそれと同じようなものがこの湯川さんの言われた粒子なんですが、これはですね、ただ光と違って光は質量がゼロなんですけども、この粒子は質量が重いわけです。で先ほどの予言が電子の質量の200倍と言いましたけども、それをちょっと今説明しますが、でこの、中間子に相当する場をですね、湯川さんは U とこう U という場、U という文字を使ってその場を表しました。でその場の従う方程式はこれなんですけども、これがそのこの粒子の質量に相当する項なんですけども、これについてはまあちょっと後で言います。で、それでですね、これか。この相互作用に対するなんかこの相互作用をですね、バノ理論で書きますと、なんかこの P が出ていくということに対して P バーというバーで
ですね。それから N が入ってくるというのに対して N というバー、それから π が出るというので π という、なんかこう P バー Nπ というこういう相互作用項です。でこっちの方は、N が出ていって P が入ってくる、N バー P で π、なんかこういう相互作用項ですね。これもちらっと覚えてた、別にこれを覚えろというわけじゃないんですが、ちょっとそんな、バーで書くと何かそれぞれのバーの掛け算だということをちょっと覚えてください。それでですね、先ほどのこういう相互作用項がありますと、その相互作用項は何遍使ってもいいんですね。世の中ではその何遍もこれが基本的な相互作用ですから、その相互作用が何遍も起こるわけですね、世の中では。そうするとこの相互作用を2回続けますと、だからここでその相互作用項を1回使いました。でそのバーが飛んでいってですね、でこのバーがこっちの方で、こっちの陽子に吸収されると。でこの相互作用もさっきあったわけですね。だからこの相互作用とこの相互作用を2回使うと、例えばこういう図が書けます。でこれは何を表しているかというと、ニュートロンとプロトンの間でですね、 パイ中間子を交換したと。でそれでなんかこう方向がまた曲がったということですね。しかもこれ中性子が陽子になり、こっちでは陽子が中性子になってますが、これでネットにチャージは保存してますね、電荷は保存してます。最初これ中性だったんですが、こう陽子はプラスの電気で、パイマイナスはマイナスの電気ですから、ここで中性になってますよね。それからこのプロトンプラス1の電気を持っていたやつがパイマイナスを吸収して中性の中性子になると、そういう図ですが、こういう図を書きますと、これはパイを中間子を交換することによって中性子と陽子の間で、力が生じたと。でこれが引力になるか積極力になるかは計算してみないとわからないんですけども、とにかくこれで力が生じると。でついでにですね、ここで、これも本当は佐藤さんが少し紹介されたんですけども、この π 中間子の交換によって生じる力のですね、到達距離っていうのをちょっと計算してみたい。でそれで、先ほど湯川さんの原稿にありました、この π 中間子の質量は電子の200倍ぐらいの質量じゃないといかないということをと説明したいんですが、この量子力学ではですね、このあるもののエネルギーを測るときのその不確定度だから、測ると必ず誤差が生じるわけですが、でそのエネルギーを測るときの誤差と、でそのエネルギーを測るときの所要時間ですね、所要時間をデルタ t とします。それとエネルギーの不確定、誤差と時間の不確定っていうか、かかった時間、それの掛け算はですね、これ必ず大きいですが、H バーというのはプランク定数という自然界の基本定数ですけども、そういうある量であって、これは決してゼロにはできないということです。この H バーというのがこの掛け算の最小の値を与えます。ですからある瞬間のエネルギーを測れと言われたら、そのエネルギーは完全に不確定になってしまいます。要するにある瞬間にですね、そのシステムのエネルギーを完全に決定することはできません。だからこうエネルギーをものすごく精度よく、もう誤差ゼロで測ろうとしたら、それに必要な時間はですね、無限大かかってしまうということですね。この掛け算がこれでバウンドされてるわけ、抑えられてるわけですね。でこの不確定性関係というのは量子力学に存在します。そうするとこれ逆に言いますとですね、例えばこうニュートロンがですね、陽子になって、で同時にこの π 中間子を放出したとします。そうするとこのプロセスはエネルギー保存を破っています。なぜかと言いますと、さっきも言いましたように、この中性子というのはプロトンとほとんど同じ質量を持っています。ということはこれとこれはほとんど同じエネルギーを持っているわけですね。でところがこの π というのはある質量を持っていますから、有名なアインシュタインの関係で、エネルギーが質量を持っているものはものすごいエネルギーを持っているわけですね。関係ですね。この質量 M を持っている粒子は、質量 M を持っている粒子はそれの C 次乗倍のエネルギーを持っているわけですね。で C というのは光速です。でものすごい大きな数字ですから、これほんのちょっとの質量でもですね、ものすごいエネルギーなんですが、それでですね、だからこんなその中性子はですね、陽子とほとんど同じ質量ですから、こんな π という
重いものをですね、ここで放出することはできないわけです。エネルギー的には。だけども、この関係がありますから、ちょっこのパイがですね、ほんのちょっとの時間だけだったらですね、エネルギー保存を破ってもいいわけですね。で、どのくらいこのパイが出て折れるかというと、その出て折れる時間がこれで与えられるわけですね。で、これを計算しますと、いいですか。もうこの簡単なためにこのニュートロンとプロトンは同じ質量を持っているとしてください。そうするとこいつが持っているエネルギーとこいつが持っているエネルギーは全く同じです。そうするとここからここへ行くときにエネルギー保存を破っているというかエネルギーがどんだけ増えたかというとこいつの質量の持っているエネルギーだけ増えたわけですね。だから MC 以上だけエネルギー保存を破ったわけです。いいですか。こいつとこいつは同じ質量だからここからはエネルギーが増えてない。でこの分だけ π の分だけエネルギーが増えたわけです。で π の質量を m としますとそいつの持っているエネルギーが mc 以上ですからこんだけエネルギーが増えてしまった。でエネルギー保存をこんだけ破ってるわけですね。でそれがデルタ e です今。でこれがですねこのエネルギー超過を許される時間はですね、その時間を掛け算すると h バーで抑えられてるわけですね。そうするとデルタ t は mc 以上を掛け算して h バーですからデルタ t は mc 乗分の h バーですか。でだけどちょっと c を1個だけこっちに置いておきます。そうすると c かけるデルタ t は mc 分の h バーですね。いいですか。こう掛け算今 y 算をやっただけです。こう c を1個だけ置いておきます。で c かけるデルタ t は mc がここにありますからその mc をこっちに持ってきて mc 分の h バーだからとか c かけるデルタ t というのはこの中中性子じゃないこの中間子が、存在できる時間がデルタ t ですがその存在できる時間にですねこの中間子が高速 c で走ったとしなさいというわけです。で高速 c で走ったとしますとそのデルタ t 秒間に c で走りますとこんだけ距離飛んでいきます。だからこんだけの距離だったらですねこのエネルギー保存を破ってですねポッとここに飛んでいけるわけですね。これ以上は折れないです。このバウンドがありますから。そうすると、これはまさにここからここへ飛んでいける距離ですから、この π 効果によって、到達できる距離がこれだと。これで与えられる。だから、この π 中間子がですね、重ければ重いほど、この質量は m ですから、重ければ重いほど、到達距離は短くなります。で、しかも我々知っているのはですね、さっきも言いましたように、さっきの図を思い出してください。原子核の大きさというのは、原子の大きさの10万分の1。で原子の大きさが10のマイナス10乗メートルでしたから、10万分の1だから10のマイナス、4乗とここにいると計算ができないそれで、とにかく原子核の大きさ程度の到達距離のはずなんですね。でそれがですねこれです。ちょっと2までちゃんと入れてますけどもうちょっと正確に言うとだから 2×10 のマイナス13乗センチ10のマイナス8乗センチの10万分の1で10のマイナス13乗ですね。でそれに2までちょっと入れていますがこれが原子核の大体の大きさです。ですからこの角力 π の交換によって角力が生じているとしますとこの到達距離はですねこれを再現しないといけないんですね。だからこれイコールこれと置いてやります。この mc 分の h バーが超えたと。で h バーはさっき言いましたように自然定数ですね。量子力学で基本的な定数です。で c というのは高速だとこれも定数です。だこれ分かってるわけですね。だ m だけは分からない。でそれが、この大きさになるということを計算しますとこの m が分かります。で計算しますとそれが電子の質量の200倍と。まあ、この自然定数 h バーとか c を知らないとこれ計算できないんですが、まあ、湯川さんの頃にはもちろんこの h バーも c も知られてたわけでこれを計算するとこうなったということですね。であるいはですねこれが一番分かりやすい説明なんですがもうちょっと式を使ってもいいならここではやりませんけどもちょっと式だけ書きますと先ほどの湯川さんのこの式ですねこの π 中間子 の表す場を U と書いてそれの従う方程式がこれだと。でしかもこのラムダっていうのはこの π 中間子の質量 M を使いますと、こう書けるんですね MC オーバー H バーでこれとこれはちょうど逆数になってますけども、逆数になってますが、これをその π 中間子のコンプトン波長といいますけど、まあ、それの逆数になってますね。だからこれは質量に比例する項です。で、これの方程式を、でしかもこの
これをソースとして、これを源として、その周りにできるパイ中間子とバーテルを計算するわけですが、この方程式 でその時に定常的な場を計算しますので、この時間微分のここは0ない、このなんか三角なんないですが、この方程式を解きますとですね、何かこういうポテンシャルですね、質量が0、これも佐藤さん言いましたね、思い出した、ここ質量が0だとここないんですけども、その前の方程式の解は R 分の1というよく知られたクーロンポテンシャルというやつですね、クーロン力の、それに対してこの質量がありますと、このエクスポネンシャルダンピングのエクスポネンシャル指数関数でマイナスラムダ R という、だから距離 R が大きくなりますと指数関数的に小さくなるんですね。だからどのぐらいの到達距離があるかというと、 R がラムダ分の1あたりまで、到達距離があるということですね。だからラムダ分の1で、ラムダはこれですから、ちょうど、逆数はこれですね。でこの到達距離になると、で今日ではですね、この R 分のエクスポネンシャルマイナスラムダ R というのは余暇ポテンシャルという名前で呼ばれています。それから先ほどの3点相互作用ですね、この3点相互作用、これは余暇相互作用と呼ばれています。だから我々こうソリューションの研究をやってますと、余暇相互作用だとかですね、余暇相互作用というか英語ですけど、余暇インタラクションだとか余暇ポテンシャルだとか、なんかしょっちゅう余暇という名前が出てきますが、それからですね、先ほど言いましたように彼の論文は On the Interaction of Elementary Particles ですね、素粒子の相互作用という題名で、単に核力だけを理解しようとしたわけじゃないわけですね、全てを理解しようとした。でそうすると、これ先ほどの、フェルミの弱い相互作用の理論では、ニュートロンがプロトンになり、エレクトンになり、反ニュートンになるという、こういう相互作用をフェルミは、そのまま書いたわけです。でこの相互作用はフェルミ 4体フェルミ相互作用と言われているわけですが、ユカワはですね、これは本当にエレメンタリーなプロセスではないと言って、彼はこれはこういうプロセス の反映っていうか、エレメンタリーにはこういうニュートロンがプロトンになった時にパイが放出されるという、これが先ほど のユカワのユカワバーテックスですね、ユカワ相互作用ですね。で同じようにこのパイはですね、エレクトロンとニュートリノにもカップする、結合するんだと認めます。そうしますと、このパイを交換すればですね、でこれパイは重たいので、先ほど言いましたようにこの到達距離は小さいので、この広がりを知らなければですね、あたかもこういうふうに見えるわけですね。したがってこのフェルミの4体相互作用というのは、湯川さんの理論によれば、このパイの交換で説明できる相互作用であって、こっちはエレメンタリープロセスではないと、こっちがファンダメンタルなプロセスであると、基本相互作用はこっちなんだということを第一論文に書いています。でこのアイデア自身は実は失敗したんですが、だけど実はこの今日のサブジェクトであります、40年後のですね、標準模型ではですね、基本的にこのアイデアが生きています。すなわちパイではなかったんですけども、ここに重いボゾンが交換されるという図でですね、結局生き残ってます。で歴史的に見ますと、この湯川さんのこの仕事があったので、全て、この相互作用はですね、いろんな人が言うんですが、この相互作用はエレメンタリー、ファンダメンタル、基本のプロセスでなくて、何かここに重い粒子が交換されて生じたものであるというふうに、いろんな人はそう、湯川以降そう考えるわけですね。それで実際にそうなったと。で最終的な答えではここが、ゲージ場、特に弱い相互作用のゲージ場ですね、重いゲージ場ですが、その交換で生じるんだということが、という意味では残っているわけですね、これが最終的に。それでこれさっきの湯川の年表と全く同じものですが、ここに強運のというのをつけたんですが、強運だということを強調したいんですけども、偉い人ってのは運を引き寄せるんですね。運も実力のうちというのは文字よりそうでですね、彼は、だけどやっぱり強かったんですね、運が。それで何かと言いますと、彼は35年中間子論の第一論文を発表しますね。第一論文、彼ものすごく効率がいいと佐藤さんは言ってましたけども、どういう意味で効率がいい、この第一論文は彼の学位論文です、まず。それから阪大の講師になった後、だからなんていうか、初めての論文ですよね。それからそれでノーベル賞を取ってしまったわけですね。
だからこう非常に効率がいいわけですね。それでしかもですね、35年に論文発表してですね、37年にミュー粒子が発見されるわけですね。で実はそのミュー粒子、あ、皆さんも博物館の、もう展示をご覧になったでしょうか。であそこでパチ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 音をしてるやつがありますよね。あれ光っ、僕しょっちゅう光ってますけど、あれ光ってるやつはミュー粒子が通った後です。だからミュー粒子っていうのは宇宙船の中にいっぱいあるわけですが、それがまあ見つかったわけです。だからいっぱいあるからすぐ見つかったわけですが、でだけどミュー粒子は彼の予言した粒子じゃなかったわけです。だけど質量が非常に似ていたので世の中騒然となってですね、これは湯川の予言した粒子じゃないかと、そうだとかそうじゃないとかですね、まさに湯川の発表した論文をめぐっていろんな議論が行われる。それで世界的に有名になるわけですね、一挙に。だからこうたった2年間でですね、第一論文のたった2年後にですね、世界的になってしまうわけですね。ほいでそれでまあソルベイ会議、39年にソルベイ会議に呼ばれて、でその帰りにアインシュタインやらアメリカに寄ってきてなんかどうのこうのって、まあ、いろんな、佐藤さん話をしてましたが、まあ、世界的な人になって、でよ日本ではですね、世界的に認められたのはそうなんですが、日本の中ではさらにですね、40年には学士恩師賞、それから43年には文化勲章というものを受けています。文化勲章までもらってるんですね。でしかもすごいことは、信じられないことはですね、実際に彼の予言した粒子は47年まで見つかってないわけです。だから43年というのは全然見つかる前ですね、見つかる前にこんなすごい勲章を与えていいのかという問題があるわけですよ。いろんな賞でですね、実験に絡む賞でこれまで ある業績に対して与えてですね、実は間違ってたという例はよくあるんですね。確かノーベル賞もちょっとあったと思うんですけども、だけどノーベル賞は非常に慎重であんまりそういう例はないんですが、文化勲章という権威のある賞がですね与えてしまって、もしパイ中間子が出なかったらどうしたんだろうという気がするんですが、もらってしまったわけですね。でこれは理由はやはり戦時中だと国威発揚の意味があったということですね。やはり世界的に有名になったので、そういう人が日本にいるということを、戦争中なので、そういう国威発揚の意味で、与えたと。で全部これこの中間子論以降、いろんな仕事、中間子論に絡む仕事はしてますけど、これ全部この中間子論に関する賞ですね。それで実際に勲章をもらってから4年後に実際に、予言した中間子が発見されると。それでその2年後にノーベル賞が与えられる。だからノーベル賞は非常に慎重ですね。実際に粒子が見つかるまではもらってないわけですが、それにしても、次々と何かこう論文を発表してから次々となんかいろんなことが起こってですね、ものすごく強運だという感じがします。で、基本的には阪大の講師の時に、論文発表したんですけども、玉木先生が亡くなられてすぐさま呼び戻されたわけですね、京大に。で基本的にずっとその後は京大教授なわけですが、東大教授も兼任してるんですね。これは知らなかったんですけど